投資情報部の大下です。今回は3月期決算企業の24年3月期紙式期決算についてお話しさせていただきます。決算自体はですね、11月の中旬の時点で一巡するような形となっております。11月15日時点でトピックス採用銘柄の3月期決算企業の第二四半期の業績は前年同期比3.8%の増収。 前年同期比26.7%の営業増益と、まずまずの内容となりました。半導体不足の解消などを追い風に、自動車関連企業が相次いで好決算を発表いたしました。また、当初による企業価値の向上要請などをきっかけに、株主還元策の拡充が意識される中で、配当計画を前回から増額修正した企業の割合というのが大幅に増加するような形となりました。 一方で、ね、下期の想定為替レートを円安方向へ修正する企業も多く、まあ、今後は円安による業績を押し上げ効果というのは限られてくる見通しでございます。また、業績の先行きに対して、まあ、警戒するようなコメントも目立ちました。今回はその中で2つの視点から、1つは高決算を発表した銘柄、 でもう一つはですね、今回の決算でいい変化が現れた6銘柄について取り上げさせていただきました。6銘柄の内訳といたしましては、例えば2222 22のキスピリッツについて取り上げております。キスピリッツは地域ごとの特性にマッチしたお菓子、そしてパーソナルギフトなどをですね、製造販売している会社でございます。 お土産向けにですね、事業を展開するような形となっております。足元は人の流れが回復していく中でですね、まあ、うまくそれをお土産需要の拡大として取り入れることができていると。で、それによって業績が順調に拡大しているということが確認されております。もう一つの銘柄といたしまして、3110の日東宝石を取り上げさせていただきます。 日東宝石に関しましては、もともとは繊維メーカーではございますが、まあ、足元はグラスファイバーが主力となっておりまして、まあ、売上高のおよそ8割を占めております。そうした中で、スペシャルガラスと言われております、付加価値の高いガラス製品がですね、足元は順調に拡大してきております。 で、このスペシャルガラスなんですが、通信情報インターネット向けのインフラからですね、自動車分野、そして半導体パッケージの基盤としてなどですね、幅広い分野に使われておりまして、今後はですね、その用途の拡大に伴う需要増加というのが成長シナリオの一つとして注目できるのではないかなと考えております。この他にもですね、全部で6名柄取り上げておりますので、ぜひ参考にしてください。 え以上で終わります。どうもありがとうございました。